デジタル庁統括官のくすき今うはあの、まあ、デジ庁で一体あの認証周りでどういったことについて取り組んでいるかというお話をさせていただくんですけれども、まあ、それに先立って、簡単にあのデジタル庁、どういうふうなチームになっているのかというふうに簡単にお話をさせていただきますと、だいたい今、500数十人のメンバーで、この9月に立ち上がったというところになります。 で4つのグループに分かれておりまして、組織戦略グループ、デジタル社会共通機能グループ、そして国民向けサービスと省庁業務向けということで、4つのグループで活動をしております。でこの中で私が見ているのは、デジタル社会共通機能グループでして、この中に ID 認証のチームがあるというふうになっております。 あの今日は ID 認証チームからアイデンティティアーキテクトの林さんに来ていただいているので、では林さん、簡単にあのデジタル庁における ID 認証チームの活動についてお話、お願いします。はいデジタル庁でアイデンティティアーキテクトをさせていただいている林と申します。ID 認証チーム、えー、と実は非常に人数が多くて、ですねもう60人規模、えー、とのチームになってます、もう70人になるのかな。制、えー、度のことや えと技術基盤のこと、えー、PKI のことまで、かなり幅広くやっているチームで、民間人材もそれなりの数がいるという、なかなか多彩なチームになっています。で、僕自身はですね、まさにその ID 認証、特に技術寄りの部分ですとか、あと、まあ、最近はプライバシーの部分など、そういったところを、えー、と携わらせていただいておりまして、実際に国民向けのサービスみたいなことも、えー、と運用させていただいているという形になっています。 そうですね、そこの中で林さんって主にどんな役割でいらっしゃるんでしょうはい僕自身は役割としてはですね、えーとま、主に法人 ID の基盤ですね、えー、g v i z i d と呼ばれる基盤を見させていただいたり、まああのー、9月以降はですねマイナンバーカード、マイナンポータルみたいなところもですね徐々に拝見させていただきながら、実際のサービスの。 えと運用ですとかあと次ですねやっぱりこの後をどうしていくのかといったところをあの企画させていただいているというところが大きいですありがとうございますでまああの一言にじゃあ国で ID といってもいろんなそれこそ職員向けの ID もあれば、まあ、事業者向けの ID もあれば、えー 広く住民の方に使っていただく ID もあるんですけれども、まあ、簡単にその振り返るとですね、あのまあ、主にその ID 認証チームの中でマイナンバー制度であったり、あとはマイナンバーカードというところを見ているんですけれども、でこのそうですね、えっと、 マイナンバーカードというのはもともとはあの住民基本台帳カードという名前で2003年から配布が始まったものが2016年にマイナンバー制度の立ち上がりとともにマイナンバーカードというふうに名前を変えて機能を拡張して続いているというものになります。で日本はだいたい1.2億人の人が住んでいる中で すでに5000万人近くの方がこのマイナンバーカードをお持ちという状況でして今これをですねなんとか全国民特に少なくともこう自分で契約を結ぶことができる18歳以上のすべての方にどうやって持っていただくかというところで 昨年もあのマイナポイントをはじめとして、えー、施策を行ってまいりましたし今またあの新しい岸田内閣の中でもこういったポイントも含めた施策をやっていこうとしているというところが、えー、ございます。でまあ,あのそうですねまあマイナンバーカードでできることというのも昔はあの一番多かったのは はじめとした税の申告だったんですけれども2017年にマイナポータルという新しいその、まあ、一番の目的はあのマイナンバー制度が始まって、えー、自治体と国の機関の間でデータ連携が行われるようになったのでこれをですね一体自分の情報どの機関がどんな目的でやり取りをしているのかというものを まあ、閲覧できるようにするというところから始まったんですけれども、まあ、今日では例えば、えー、健康保険証の資格をマイナンバーカードで持って、えー、証明をするとかですね、また自分について、えー、投薬の情報や、えー、特定健診、健康診断の情報、こういったものを、えー、ウェブサイトで見ることもできるし、また API でこれを取り出して、民間の他の事業者に渡すこともできると。 いうような形でかなり機能を拡張してきているで。できるだけそのマイナンバーカードさえ持っていれば自分についての情報を見ることもできるしどのように使われているかというところも知ることもできる。こういう世界を作っていこうというところでこの5年近く取り組んできたというところがあります。で加えてあの個人の ID だけでなくあの法人 の ID についてもここ何年かあの取り組んできているんですけども、この点、林さん、お願いできますかはいまさに僕はその、えー、と法人認証基盤、g v i i d と呼ばれている認証技術、認証基盤に対して、結構、えー、と以前から取り組ませていただいてまして、まさに9月1日、デジタル庁ができた時にですね、あのそれに携わる人材として採用していただいたというのがあります。 まだまだデジタル庁的にはこれからなんですけれども、法人認証基盤もですね、えー、と非常に速い速度で普及していまして、実際に、えー、とまさに OpenID コネクトなどを使った認証基盤となっています。で、法人の認証って結構、あの冷静に考えると、まだまだあ,のあまり議論がされていない項目で、我々も その法人の認証という基盤をどうやって作っていくのかというところを詰めるというところをですね、今改めて取り組んでいるところであります。もともとですね、法人認証基盤、えっと、法人番号というものが振り出されるというところから紐づ付いて認証の技術というものを導入していくという形で基盤が作られてまして、実際にですね、えっと、ここ数年で非常に えと利用が増えたのはあの良いことか悪いことかは分からないんですけれども、やっぱりコロナの影響が非常に大きくて、えー、と例えば補助金の申請ですとか、そういったもので、法人、まあ、特に中小企業ですねの、えー、と支援策として使うときの認証手段として、ですねあの法人認証金あ GVIZID を使っていただいているというところがあります。で、これは当然、あの不正受給みたいなものも防がなくてはいけないといったところから、一方で、 えとずっと兼ねてからデジタルにおける公共サービスとして課題だった、えー、とユーザビリティの向上みたいなことと、両方をカバーしていくように進めていくことを今、あのー、なるべく頑張って行っていまして、補助金の申請なんかもです、ねえー、と J グランツという、これは別のサービスなんですけれども、こちらは RP としてうごサービスとして動くようにしていただいて、そこで一括申請、バンスオンリーみたいなことを実現できるようにというのを。 一体となっててて、えー、進めてきていますとで、先ほどのマイナポータルのお話みたいなところにもあるんですが、例えば法人設立ワンストップというサービスが始まっております。で、こちらは法人の設立を、えー、とオンラインで行うという、なかなか、あのー、なんていうんでしょう、スタートアップの経験もある自分からすごい大事なサービスだと思ってるんですけども、この時に GVizID を自動的に、えー、と発行してですね、えー、と法人を作る。 イコール自備材料を持つというところも含めてです、ね、形にしていくというのを徐々に進めていって、普及策を、えー、とどん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 前に進めていきたいなというところを、えー、とまさにここ2、3か月、えーと、少しずつ進めているというところになります今の法人フ利の例なんか、非常にいい例だと思うんですけれども。 実際の手続きって、これは個人、これは法人ってきれいに割れない部分が結構あるんですよね。例えば、あの法人を作る主体というのは、発起人も含めて個人であるわけで、これがそのまず個人が法人設立の申し込みを行って、まあ、法人ができたところで、法人としての法人の ID を持つということになると。 さらに、法人すでに出来上がっている会社が新たに法人 ID を取得する場合もあるんですけれども、これもその実会には担当者によって、それぞれ異なる権限を委任されているということもあるので、法人としての ID を作った後に、それぞれの担当者でどういうふうに分けていくかというようなところもあるわけですけれども。 そういったこの個人と法人というのをどういうふうにその ID の体系として今捉えていて、まあ、今後どういった課題があるのかというところはどんなふうにお考えでしょうかあのまさにその法人設立ワンストップの例を出したのはそこが一番の我々の、うん、えっの現時点での大きな目標という認識でいまして最初に設立ワンストップするときはマイナンバーカードでマイナポータルで。 えっと進めていきます、うん、っていうところはまず個人としての、えっと、エンティティがそのスターがスタートポイントになるにもかかわらず組織法人、まあ、日本だと法人格とか呼ばれますけどとしてのエンティティーに、えっと、つながっていくというところはなんとなくみんなが分かっていると制度自体もなんとなくそれを、えっと、仮定して作っているんですけども実は連携していくと、えっと、その瞬間にだん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 、えっと、視点が変わってくる。 法人から見た個人、個人から見た方針みたいなその視点の差で、えー、と属性の代償とか重要性とかが複雑度みたいなもの、抽象度みたいなものが変わってくる瞬間があって、これをうまく体系化していくというのが、ま,あ、まさに今デジタル庁で、えー、とアイデンティティアーキテクトをしている自分としての、えー、と大きな課題だと思っています。ここはまだまだ整理も行われていないんですけれども、一方で国際でも、 比較的、えー、と今まさに整理するぞという状況にもあるようでして我々もそこにきちんとコントリビューションしていきたいなというふうに思っていますまあそうですねだからもともとやっぱり行政手続きという意味で言えばもともと個人に対する手続きと法人に対する手続きというのはきれいに分かれていて、まあ、なおかつその電子申請の歴史で言うと 個人に対する手続き、法人に対する手続き、それぞれ別々に個人向けのデジタル証明書、法人向けのデジタル証明書というふうに出すところからスタートしていったわけですけれども、これがそのいわゆる IC カードに決済したデジタル証明書だけではなくて、ログインという話になってきたときに、えー まあ会社だけじゃなくそこに所属してる個人とその役割というような観点も入ってくるし、まあ、あとぴったりサービスマイナポータルの中でよく使われてる手続きの一つに、えー、自動手当の現況届けみたいなものがあるわけですけれども、まあ、これはそもそもデータ連携してれば現況届けなんていらないんじゃないかという議論と同時に、うん、まあやるならやるで。 法人のに所属をしている個人について、法人がこの人は確かにこんな働き方をしていますよというようなことを裏書きしていくわけで、申請も一個一個見ていくと、やっぱりこうまあ法人個人と法人のこう間のグラデュアルな、法人に所属している個人、そして法人の中である権限を委任された個人。 まあ両方こう行ったり来たりする世界というものをこれからしっかりと体系化していく必要があるんだなというふうなことをまあ日々悩んでいたりはするわけです。まあ、ここはあのちょうどファイド・アライアンスのイベントということなので、まあ、長い間我々どっちかというと IC カードを使って全部の手続きをやろうとしてきた。 一方で、法人に関しては g b s i d って、これ、ID をベースにしたものも出てきているんですけれども、あのこの辺での例えば、多要素認証って、これまでどんなふうな使い方をしてきていて、今後、どんな課題があるというふうにお考えでしょうかあの。これはもう完全に個人の見解ですと言わないといけないと思うんですけど、うん、やっぱりスマートフォンの普及というのは、すごく大きくインパクトがあったんだろうなと。 持っていますあの多要素認証、大昔って言ってもいけないのかもしれないですけど、銀行専用のものだったり、えー、と配布コストもそれなりに高いものがあった中で、えー、と多要素認証というのは、まあ、今もう必ずほぼほぼ必要になりますと、パスワード認証だけではだめですというシチュエーションになった段階で多要素認証必要ですと。もうこれは100%確実な中で、スマートフォンのあるなし。 というのは、明らかにその自分たちの手段をえっと増やすことができる重要なポイントだと思っております。で、実際にいじりず id もですね。えっとスマートフォンによる対応と認証であったりしてるんですけども、今までここに関してえっときちんとした。そのお互いのやり取りとか整理とか必要性みたいなものっていうのはまだまだえっと検討はでき、検討しきれてなかったというのと何より。 えとスマートフォンの世界の方が時代の方が早いという行政特有の課題があったのでここに追いついていけるようにその民間の人材も含めてデジタル庁の中にいるということともう一つそのマイナンバーという世界まさに楠木統括官が以前からずっと携わらせ携われられていたあの内容と。 ディーという、まあ、あの経済産業省から生まれたものが一つのデジタル庁というところに合体することでお互いに乗り入れることができる技術水準も合わせて、えっと、必要に合わせて最適な技術を選択できるようになったということはすごくこうなんていうんでしょうあの現在前向きな項目かなと思っております、まあ、なかなかあれなんですよねその大きなチャンスだと思うのは やっぱりこうずっとこれあの e t a クスの申請とかが始まった頃からこう電子申請の最大の課題というのはカードリーダーが普及しないという問題がありましたと税制優遇とかあの手この手でカードリーダーを普及させようとしたんだけれどもやっぱりなかなかこう何百万人を超えるというのが難しいところがあり ところがこれスマートフォンによって一瞬でほとんどの個人がカードリーダーを持っている状態になったと。アンドロイドのスマホを使ったカードの読み取りというのは2017年から、そして iPhone に関しては2019年から対応したばかりで、まだ2、3年しか経っていないんですけれども、まあ、先般の特別定額給付金オンライン申請であったり、あるいは マイナポイントの申し込みを見ると、ほとんどスマートフォンからになっていて、やはりそのスマートフォンのプレセンス、これはもう劇的にそのデジタルガバメントを変えつつあるということはあるんですよね。一方で、そのスマホに対応した途端欲が出てきて、毎回書き出すのが面倒くさいとか、本当にこれ、ピンを入れなきゃいけないのか。 いやいや生体認証でピンの代わりになるんじゃないのみたいなことをこう言われて、まあ、やっぱりその住民の方々の目も厳しくなってきたなと。つまり、他に類似のものがない時代であれば、まあ、い,いガバメントありがたいねと、まあ、なんかこれまで行かなきゃいけなかったのがオンラインでできるようになってよかったじゃないかとこう言ってもらえたものがこう、スマホアプリになった瞬間に、 なんかフェイスブックとかツイッターと比べて、なんでこんなに面倒くさいのということをこう問われてしまうという意味では、なんかやっぱり我々もものすごくこうコンシューマライゼーションの波にのまれて、まあ、しょっちゅう,こう出来が悪い出来が悪いってこう言われながらですね、お尻を叩かれる立場になったわけですけれども。 まあ逆に言うと、それだけ期待も大きいということでもあるし、われわれもこのギャップを埋めていかなきゃいけないという状況もあるのかなというふうに思うんですけれども、林さん、のこの9月にアイデンティティアーキテクトとしてデジタル庁に入られて、今後どういったことに取り組んでいきたいというふうにお考えでしょうか僕自身はやっぱりそのデジタル庁のアイデンティティアーキテクト。 としてということでいうと、うん、やっぱりデジタルアイデンティティに正面から取り組みたいと思っています。で、当然その時代を変えた今出ていたようなスマートフォンの普及ですとか、えっと技術としてのファイドみたいなもの、えっとオンライン上の本人確認みたいなすごいあの激しい速度で動いているものをですね、同じ正しい速度で精度に反映していくこととか。 もちろん地に足,を足についた作業、えーと、サイトの運営ですね、サービスの提供みたいなこともしつつ、えーと、何々の日本版みたいなことをやるのではなくて、きちんと我々でキャッチアップして、我々でものを作るという新しいその地平というと、ちょっと大げさですけども、あの新しい地平にやっぱりちょっと足を踏み出していきたいなというふうに思っています。まあ、そうです やっぱりそのどうしても日本ってすぐエストニアはどうやってるとかアメリカはどうやってるヨーロッパはどうやってるまあこれ気にするのもあって良いとは思うんですけどもまあ自分たちが何をやりたいのかっていうところはやっぱり本来当然そこからスタートしてしかるべきだしまあそこでなんか先に取り組んで苦労してる国々があったならば。 そこはなんか当然こう他の取り組みから学ぶというところはあってもいいのかなっていうふうに思うんですけれどもまあ役所ってよくこう縦割り縦割りと言われていてまあ特にデジタル庁なんかいろんな府省からいろんなプロジェクトを持ってきているのでまあその中でマイナンバーチームとかえー法人 ID チームということではなくてまあ ID 認証として一つの チームが出来上がって個人と法人の ID と認証をまあ一元的にこう議論ができる環境が整いでそこをしっかりと何というのかな、まあ、そこをエンジニアリングの面から支えていただくために民間からもう何人も来ていただいているというような。 状況っていうのは、これまでの政府にはなかったことで、まあ、これまでエンジニアリングっていうのは主にこうベンダーにこうお願いをするものであって、なかなかこう庁の中でエンジニアリングまで含めて踏み込んだ議論っていうのはできてこなかったんですけれども、それをちゃんと中でできる体制っていうのを今回、デジタル庁で作ってきたので、 そうすると逆にそのこうすべきだというところがチームの中から出していけるといいのかなというふうに思っております。そういった中でまだあのなかなかファイドの利用っていうのも政府の中では十分にできてはいないんですけども、まあ、やろうと思うとその認証強度の課題はじめとしてこれ日本だけじゃなくて世界でも今まさに議論しているところだと思うので。 こういったところを踏み込んで、ですね技術的な検討、海外での取り組み、そしてスマートフォンも日々進化して、セキュリティの部分というのは、特に毎年のように強化されている部分でもあるので、こういったところをしっかりとキャッチアップしながら、次の一手というものを考えていきたいというふうに思っています。最後もしあの林さんからこんな とというようよなところもああっったたりりすれば一言あったりしますかねそうです、ね、なんかあのぜひにというなんか逆にになっちゃうんですけどそのマイナンバー制度をずっと牽引してくださっていた楠木と楠、うん、木さんが統括官になられたっていうことは ID 認証にとってすごく大事な項目だと思っていてここの,その共通機能グループとしての長としての楠木さんというところも 当然大きくあると思うんですがその中でもその ID 認証においてそのも,もう少しここの部分をやり残してきた牽引したいみたいなことがあったら伺えると、うん、あの皆さんにもすごく興味深いのかなと思いましたまあやっぱりそのその点で言うとまあ昨年コロナに直面してまあいろんな縦割りが使い勝手のよくない 住民サービスにつながっってしまったここをなんとかちゃんと一気通間でコーディネートできるようにしたいということが、まあ、デジタル庁を生んだ大きな原動力になったので我々がやっぱりやるべきことというのは、まあ、これまでであればシステムとか省庁が縦割りでできなかった、まあ、特に ID 認証そして何のために ID と認証があるのかっていうのを考えると これはもうユーザーエクスペリエンスを良くしていくとか、あるいはその申請でもって初めて住民サービスが受けられるという世界から、まあ、データ連携でどんどん自動化していって、まあ、こちらから手を差し伸べていくという世界に、本当は転換をしていった方がいいじゃないかという議論というのは、もう結構前からあるわけです。 これを実際にやろうと思うと、もう技術の話だけではなくて、制度そのもののあり方に踏み込んだ話になるので、デジタル庁だけでできるわけでは決してないんですけれども、まあ、少なくとも技術的にはこういうことができるようになって、こういう流れで制度を一緒に考えていきませんかということを、まあ、自分たちから仕掛けられる集団になっていかなきゃいけないんだというふうに まあ思いますし、まあ、せっかくその民間からエキスパートも集って自分たちの頭で考えられる体制になってきたということをです、ね、きちっと生かしていけるような、まあ、縦割りを排してあるべきアーキテクチャを、えー、提案し実装していける、えー、集団になっていけたらいいのかなというふうに思っております。今日は本当にあのおききいいたただままししてあありがとうございました ありがとうございました。